牧野類は、東京都出身の元プロ野球選手、野球解説者、野球監督。横浜、緑、東シニアから、高校は、山梨学院大学附属高等学校だった。しかし、甲子園出場を果たすことはなかった。1992年度ドラフト会議にて、オリックスブルーウェーブから3位指名を受けて入団。 一年目の1993年9月24日の対一バロッテマリーンズ戦でプロ初登板初先発を果たしたが6回零3を3失点で敗戦投手となる。この年は3試合に登板したが勝ち星は得られなかった。同年以降は毎年一軍登板するものの登板数は10試合を超えるか超えないか程度に限られる。2000年は 中継ぎで34試合に登板し、防御率3.14と比較的安定した、投球だった。2001年と2002年は、登板数が激減した。2003年は、自己最多の49試合に登板した。先発での登板も10試合あり、自身初のシーズン100投球回に到達した。しかし、この年のオリックスの投手陣は、チーム防御率が、 リーグ5位の日本ハムファイターズより1点以上も悪い5.95の最下位であり、牧野も防御率5.05と安定感を欠きチーム、防御率に足並みを揃える形となった。オフに、斉藤秀光、谷中真嗣との2対2の交換トレードで、桂木育夫と共に、阪神タイガースへ移籍。2004年は、中継ぎで27試合に登板し、防御率2.48と、 安定した投球だった。2005年はチームの新しいリリーフ陣 JFK の球種に残る鉄壁のリレーが確立されたこともあり2試合しか登板できなかった。2006年はウエスタンリーグで20試合に登板して自粛点0の好成績だったが1軍では前年に確立した JFK リレーが充実していたこともあり1軍昇格は叶わずシーズン途中 坂勝彦との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。9月22日の西武戦に先発し、7回を無失点に抑え勝利投手となる。1軍で7回までを無失点に抑えたのは自身初。同年は15試合に登板して、2勝0敗レース、投球回43.1、31奪三振、防御率2.49という好成績を残した。 2007年は18試合に登板したが一勝に止まった。2008年は1試合しか投げれず7月18日、佐竹健太との交換トレードで広島東洋カープへ移籍。移籍後は6試合に登板した。2009年は14試合しか登板できなかった。10月9日に戦力外通告を受けた。12球団合同トライアウトに参加したが、獲得球団はなく。 現役を引退。2010年から2011年までの2年間、横浜ベイスターズの打撃投手を務め、2012年からは楽天の球団職員となり、楽天主催試合のテレビ、インターネット中継の解説者をしながら、東北楽天ゴールデンイ,イーグルスベースボールスクールのジュニアコーチとして、子供たちに野球指導を行っていた。二千十九年一月十二日、 四国アイランドリーグプラスの徳島、インディーゴソックス監督に就任することが発表された。就任後最初のシーズンとなった2019年前期に、半期優勝、及び年間総合優勝を達成した。過去に、徳島でリーグ優勝を達成した監督はいずれもその時点で、NPB での指導者歴を持たなかったが、牧野もそれに続く形となった。ベースボールチャレンジリーグ優勝チームの土地に、 ゴールデン・ブレーブスと対戦したグランドチャンピオンシップも3勝2敗で制し、就任初年度で独立リーグ日本一となった。選手育成でも手腕を発揮し、ドラフト会議では上間英遠、岸淳一郎が埼玉西武ライオンズの7、8位、平間隼人が巨人、読売ジャイアンツの育成1位で指名された。球団は牧野の手腕を見込み、シーズン途中から、 来期の続投に向けて交渉を進めたが10月のプロ野球ドラフト会議後に牧野から出された金銭面などの条件で折り合いがつかずシーズン終了後の11月9日人気満了と一心上の都合を理由に退任することが発表された同年11月10日にベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサス監督に就任予定と報じられ 11月15日に正式に就任が発表された。時速 150km を超える速球とスライダーで、投球の大半を組み立てるが、請球に難があり毎年のようにフォーム改造があり、当初はオーバースローだったが、最終的にはスリークォーターに落ち着いた。ありがとうございます。